ジェイス軍はアメリカ合衆国カンザス州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2790人であり、2000年の3030 30人から7.9%減少した。軍庁所在地はコットンウッドフォールズ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ジェイス軍は旅行機ッカウィリアム・リースト、ヒートイコールムーンの著作。 プレイリー・アース・アディープ・マップの舞台になった。ノートルダム大学のアメリカンフットボールコーチ、クヌート・ロックニーが軍内で起きた飛行機墜落事故で死んだ。高草プレイリー国立保存区が1996年に設定された。カンザス州の人口重心が軍内ストロングシティの北約4マイルにある。カンザス州にはチェイス市があり、ライス郡の小さな都市である。 1893年の鉄道路線図チェース郡の南西部マリオン郡に1マイル食い込んだ境界は異常な状況で設定された。殺人事件が起こり、マリオン郡は裁判を行いとは思わなかったので、幅1マイル、長さ18マイルの土地がチェース郡に譲渡され、そこで殺人事件が起こったとされた。この土地は今でもチェース郡内に入っている。 1887年、アッチソンとピカーンド、サンタフェ鉄道が州内ネバから、ネブラスカ州スーピアリアまでの支線を建設した。この支線は、ストロングシティ、ネバ、ロックランド、ダイヤモンドスプリングス、バーディック、ロストスプリングス、ジェイコブス、ホープ、ナバーレ、エンタープライズ、アビリーン、タルマージ、マンチェスター、ロングフォード、オークヒル、ミルトンベール、オーロラ、 ハッシャー、コンコーディア、カックレー、コートランド、ウェバーを結び、ネブラスカ州のスーピアリアをつないだ。ある時点で、ネバからロストスプリングスまでの線路は撤去されたが、通行権は放棄されなかった。この支線は当初、ストロングシティスーピアリア線と呼ばれたが、後に短縮されて、ストロングシティ線となった。1996年、アッチソンとピカサンタフェ鉄道は、 バーリントン農山鉄道と合併し、現在の BNSF 鉄道となっている。地元の人間は現在でもこの線をサンタフェ鉄道と呼んでいる。ジェイス軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は1988年の投票で個人が、たしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、 食料販売量の30%までという制限がついた。ジェイス軍はカンザス州の東半分にあるフリントヒルズ地質地帯の中央に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は778.01平方マイルであり、このうち陸地は775.89平方マイル。 水域は2.12平方マイルで、水域率は0.27%である。出典、ナショナルアトラス、US センサスビューロー人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。ジェイス軍は旧の軍区に分けられている。軍内の都市はどれも政治的に独立とはみなされず。 軍区の数字のすべては都市の数字を含んでいる。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。軍内の以下の場所がアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。州の歴史指定地域には以下のものがある。ありがとうございます。